北海道日本ハムファイターズさん、ありがとうございます。まあこれはね、なんか本当リアルでもありそうなトレードというか、年齢も同じで、まあ星も同じぐらいっていうね。あ、中継ぎでスロースターターとタイピンチいいわ。ちょっとあまりにも向いてない、中継ぎに。まあ、全試合をね、やっぱ操作してるわけじゃないから、ちょっとこれが響くかなってとこで、岩貞をロドリゲスに変えました。まあ、ちょっと怪我しにくさいいなのは、まあ、ちょっと怖いけど、まあ、クイックは正直あんま関係ないから、まあ、そうなったらもう実質悪い能力ないみたいな、感じ。そしてなんといっても157キロ、速球ドスタイプ。てか、お前先発もできるんかい？お前先発もできんの？何この神外国人は。でも、若干、すっごい目を細めればスワレスに見える。スワレスに見えんこともない。目を細めれば。スワレスだということにしましょう。